ジップロックで梅干し、天日干し最終日、瓶詰めなの。こんにちは、アサリオンチャンネルです。天日干しが終わりましたので、今日は瓶を詰めて完成です。途中で天気がちょっと怪しい時もあったので、トータルで、まあ、4日ぐらいかかりました。3日でやめようかなと思ったんですけど、もうちょっと乾燥させた方がいいなと思って、その辺は臨機応変に調節できると思います。ちょっとノイル。はい、こんな感じでできました。こんな感じです。思ったほど梅酢は少なく減らなかったですね。 これぐらいまで出たので、まあ、いっぱいいっぱいじゃないですけど、まあ、こんだけ出たらいいかなという感じです。シソは、一応蓋をする意味で上にかぶせました。中間ぐらいにしようかなと思ったんですけど、まあ、一応蓋代わりにしようということで、シソをこういう風にしました。ちょっとこうやって振ってあげてもいいかな、たまにって感じです。まあよく梅酢出た方だと思います。今年はジップロックで梅干しは完成です。やっぱり梅酢がよく出ましたね、ジップロックでやると。そこは良かったかなと思っています。ちょっとこの重しを調節しないと破れてしまったりするので、今度来年はちょっと大きい梅だと重しを少なめにしたらいいかなと考えてます。また来年、まあどんな形なのか分かりませんけど、挑戦してみたいと思います。来年はお兄さんと梅干しつけそうなおかんやねん。今年の反省点、アドバイス、コメントくださいね。今度は何するんやろ。次もまた見てな。